ピアノ・ソナタとは、ピアノ独奏によるソナタのこと。原則として三内四音楽章からなり、第一楽章は、ソナタ形式である。ただし、この原則から外れる作品も多く、楽章数のより少ないもの、ソナタ形式を第一楽章に持たずに、他の楽章に持つもの、中には、ソナタ形式の楽章を全く持たないものもある。ソナタの小規模のものをソナチネと呼ぶ。 ソナタ形式の代わりに、その簡略型である、ソナチネ形式が使われることがあり、2楽章から3楽章で構成される。1楽章あたりの演奏時間も短めで、ピアノ初心者の練習用に用いられることもあるが、シベリウスのソナチネのように高度の演奏技術を要するものもある。現在ピアノソナタとして演奏される作品には、ピアノの前身である。 チェンバロなどの楽器を前提に作曲されたものも多い。ドメニコス・カルラッティは独創チェンバロのためのソナタの王屋として知られるが、これはチェンバロのための練習曲が後にソナタと呼ばれるようになったものである。ピアノソナタの父として知られるハイドンやモーツァルトの作品の初期のものも本来はチェンバロやクラビコードのために書かれている。ベートーベンは第十四番で第一楽章に 感情学賞を置くなど、さらなる多様な試みを行い、古典派ピアノ・ソナタの最大の完成者として、そのピアノ・ソナタ集は、ピアノの新約聖書として知られており、音楽学生にとっては、世界的に避けて通れないレパートリーとなっている。ロマン派音楽の時代である19世紀においては、ショパンやリストの一連の作品に見られるように、商品集、演奏会用練習曲など、 他の形式の方が目立つようになった。そなたの多くは、ベートーベンの系譜を継ぐ古典的な形式だが、リストのそなたの単調は、単一学章による革新的な形式を用いた。19世紀末から20世紀初頭、後期ロマン派から近代音楽初期においては、古典的な形式への会議からか、ピアノそなたはさらに重視されなくなった。競争曲や、 弦楽史重奏曲などと比べてもこの時代のピアノソナタは少ない。サティドビュッシー・ラベル・ラフマニのフラ名ピアノ曲を多く残した作曲家が商品集などの形式を好んだのが一因であろう。その中でスクリアービンは10曲のピアノソナタを発表し、ロマン派を脱出した第5番以降は単一学賞で独自の境地に到達した。帰り見られることは少ないが、 メトネルは14曲を、ミャスコフスキーは9曲を残している。その後、新古典主義音楽の時代になると、古典的形式が再び見直され、古典派時代ほどではないにせよ、ピアノソナタという形式も帰り見られるようになった。9曲を書いたプロコフィエフはこの世代のピアノソナタの、大家である。生都市順に並べてある。古典派ピアノソナタの名曲を難易度別に集めた。 ピアノの教材、ソナチネアルバムとソナタアルバムは有名。あまりにも数が多いので、重要な作曲家名を挙げることが不可能なくらいである。記念碑的な1948年のブーレーズのピアノソナタ第2番、1952年に完成したバラケのピアノソナタの2作品以後には、前衛の時代が始まり、伝統的形式の打破を目的に、 ピアノ・ソナタという曲名で自作を発表することは、公共曲と同じく時代遅れのレッテルを貼られ、一部の保守派の作曲家によって細々とこのジャンルが延命されていた。1970年代に入り、前衛の価値観に疑問符が付けられると、主に新ロマン主義者の中から、ピアノ・ソナタの題名をストレートにつける作曲家も少しずつ現れ出した。 最初の出現は1970年に書かれたジュゼッペシノーポリのピアノ・ソナタだと言われているが一時的な現象に過ぎない。現在では保守的や革新的といった立場を問わずピアノ・ソナタという作品名をつける作曲家が見られるが割合的には保守派の方が圧倒的に多い。それ以外は音楽大学の入試のための修作で作曲する学生も多い。 ありがとうございます。